マシホ、マシホがソロ初の配信シングル、ジャスト・ザ・ツー・オブ・アスを本日6月26日にリリースした。動画、歌って踊る明るいマシホ、ジャスト・ザ・ツー・オブ・アスはマシホ自身が作詞と作曲を手掛けた楽曲。夏らしいアップテンポで爽やかなサウンドに乗せてファンへの感謝の気持ちが表現されている。楽曲についてマシホは、 この曲を聴いて自分の感じるがままに解釈していただき少しでも日々の生きる糧になればと思いますとコメントしている。なお、マシホは7月17日、8月28日にもそれぞれ新曲を発表。本日配信の、Just the Two of Us を含め3ヶ月連続で新曲をリリースする形となる。そして初のファンミーティングマシホプレゼンツ、ファーストファンミーティング、4枚クローバーズ。 6月1日に大阪、ナンバ8、6日に神奈川、KTZ 横浜にて行われることも明らかになった。イベントでは、Just the オ of Us、やリリース予定の2曲はもちろんのこと、未発表曲も披露される予定。ファンクラブ会員を対象としたチケットの抽選予約受付は7月7日23時59分まで行われている。 通常のチケットの購入者は終演後にお見送り会に参加することが可能で、VIP チケットの購入者はハイタッチ会への参加権利のほか記念撮影会に参加する抽選権が付与される。マシホは韓国の大手事務所、YG エンタテインメント所属のボーイズグループトレジャーの元メンバー。自身の誕生日である今年3月25日、 日本を拠点としつつ海外でもソロアーティストとして活動することを明らかにした。